トマス・ハート・ベントンはアメリカ合衆国ミズーリ州選出のアメリカ合衆国上院議員でありマニフェスト・デスティニーと呼ばれるようになる合衆国の精神の断固とした計画者かつ推進者だった上院議員を1821年から1851年まで務め5期務めたことでは初の議員となったベントンはノースカロライナ州ハーツミル 現在のヒルズバラの町近くで生まれた。父のジェシー・ベントンは、富裕な弁護士かつ土地所有者だったが、1790年に、死んだ。祖父のサミュエル・ベントンは、イングランドのウスターで生まれ、ノースカロライナ植民地に入植した。ベントンは、ノースカロライナ大学で法律を学び、事前協会の会員になったが、1799年に、 家の農園を管理するために退学した。青年のベントンは、西部での事業機会に魅力を感じ、テネシー州ナッシュビル近くの4万エーカーの土地に家族ごと移った。ここでは、学校、教会及び製粉所のあるプランテーションを設立した。パイオニアとしての経験によって、ベントンの生歴を通して続くことになる。 ジェファーソン流民主主義に傾倒するようになった。ベントンは法律の勉強を続け、1805年にはテネシー州の法廷弁護士として認められ、1809年には州上院議員を一期務めた。ベントンはテネシー州の最初の市民アンドリュー・ジャクソンの注意を引き、テネシー州にいた間はその日ごかにあった。1812年に 米英戦争が始まった時、ジャクソンはベントンを中佐に任官して副官にした。ベントンは、ワシントン DC の軍隊指導層に対しジャクソンの関心を伝える任務を与えられたが、この任務で身をすり減らして、戦闘経験は得られなかった。1813年、ベントンは、ジャクソンとの乱闘に及び、ジャクソンが怪我をした。1815年に、 米英戦争が終わった後、ベントンは新しく解放されたミズーリ巡州にその農園を移した。テネシー州にいる時はジャクソンの影になっていたが、ミズーリではまだ小さな池で大魚であることができた。ベントンはセントルイスに入植して法律実務を行い、ミシシッピ側より西では2番目の主要新聞となったミズーリエンクワイアラーを編集した。 1817年、ある裁判で弁護士のチャールズ・ルーカスと対立し、互いに嘘つきだと非難しあった。ルーカスが投票所で、ベントンと出会った時に、ベントンは税金を滞納しているので投票することは、許されるべきではないと非難した。ベントンは、ルーカスのことを、青さ歳と非難したので、ルーカスが決闘を申し込んだ。二人は、ブラッディッシュまで決闘を行い、 ルーカスは喉を打たれ、ベントンは膝にかすり傷を負った。ベントンはルーカスが血統を止めることを認めた。しかし、うまく、相手になかてたベントンが30フィート離れるという、都合の良いルールにしたからだという噂が広まった。ベントンはルーカスに九フィート離れて打ち合う、ブラディッシュまでの再戦を挑んだ。ルーカスが、 心臓近くを射抜かれ、死ぬ前に、ベントンに、あなたを許すと告げた。1820年のミズーリ打によって、順州は、州に昇格し、ベントンは、ミズーリ州選出の初代、アメリカ合衆国上院議員の一人に選出された。1824年、アメリカ合衆国大統領選挙では、アンドリュー・ジャクソンが、一般投票の多数を取ったが過半数ではなく、 アメリカ合衆国会員での投票で、ジョン・クイニシー・アダムズに敗れた後、ベントンとジャクソンはその個人的見解の違いはさやに、収めて力を合わせることになった。ベントンは民主共和党の上院指導者となり、第二位合衆国銀行に対して活発に反論した。ジャクソンが1834年に銀行の購入延長を止めたことで上院からは、問責された。 ジャクソン政権の終わり頃の1837年、ベントンは公式記録からジャクソンに対する問責道義を外すための抹消運動を行って成功させた。ベントンは通貨として硬い通貨すなわち金貨か金塊を使用することについて疲れを知らない提唱を行い、金に裏付けられる紙幣、すなわち金本位制に反対した。柔らかい通貨は ベントンの意見では、金持ちの東部都会人に有利であり、西部の省農や公益省の犠牲に立っているとしていた。連邦の公有地には、固い通貨でのみ支払うことを要求する法律を提案し、連邦議会では否決されたが、後に、ジャクソンによる執行命令いわゆる賞金循環で法制化された。 その通貨に対する姿勢によって、年取った金塊というあだ名まで頂戴した。しかし、ベントン上院議員の一番の関心は大陸における、勢力として、マニフェストデスティニーの考え方に沿うアメリカ、合衆国の領土拡大だった。もともと、アメリカ合衆国の自然の国境は、ロッキー山脈だと考えていたが、それを、太平洋まで広がるものに拡大した。 開拓の行われていない土地は、確保されていないものとみなし、飽くことなく入植奨励に動いた。その柔らかい紙幣に対する動きは、大半が土地登記を抑えるためであり、つまりは入植を奨励することだった。ベントンは、オレゴン準州の単独管理を提唱した。1818 18年のアングロイコールアメリカン会議以降、オレゴンは、 アメリカ合衆国とイギリスの共同統治ということになっていた。ベントンはオレゴンへの入植を奨励し、カナダとの国境をアメリカ合衆国に有利なものにしようとした。1846年のオレゴン条約で設定された現在の北緯49度線という国境はベントンが選択したものであり、オレゴン協会紛争の間に起こった54度。 40分戦差もなくば、戦争という過激な意見には、反対した。トマス・ハート・ベントン・ベントンは、最初のホームステッド法を起草したものであり、土地を耕す気持ちのあるものならば、誰でも、土地特許を与えることで開拓を奨励した。西部への大規模な開拓を奨励し、特に義理の息子であるジョンシー・フレモントの何度もの、遠征を支持した。 大陸横断鉄道の公的な支援のために懸命に働き、長距離通信のために、電報の大々的な利用を提唱した。ヨーロッパ人開拓者のために、先住民族の権利剥奪と強制移住も断固として提唱した。ベントンは、数とト達ができて、仲間の上院議員、ダニエル・ウェブスター。 ヘンリー・クレイ及びジョン・カルフーンに対抗できる、いわゆるファーストクラスを提唱するものであり、指導者だった。拡張論者ではあったが、個人の道徳観のゆえに、ドニオクサや裏工作には反対したので、54度40分に反対したのも、そのような事情からだった。ベントンは、テキサス併合に賛成し、 テキサスの領有権を放棄した1819年のアダムズ・オニス条約の破棄を論じたが、1845年のテキサス併合や米国戦争につながる陰謀には反対した。ベントンはアメリカ合衆国の拡張が国の利益のためであり、力を持つ個人の利益のためではないと考えた。1844年2月28日。 ォトマック川を航行中の蒸気駆動軍艦 US、USS プリンストンが、甲板上の大砲の失火で爆発した時の現場に、ベントンは居合わせた。この事故で、アメリカ合衆国国務長官アーベル、アップシャー、アメリカ合衆国海軍長官、トマス・ギルマーを含め7人以上が死亡し、20人以上が負傷した。ベントンも負傷した一人だったが、重傷ではなく、 上院を欠席することもなかった。ベントンの民主党に対する忠誠心は伝説的なものがある。アンドリュー・ジャクソンにとっては議会での右腕であり、マーティン・バンビューレンになってもその役割を続けた。しかし、ジェームズ・ポークが大統領に選出されるとその権力は体調をはじめ、その見解は党のものとそれるようになった。ベントンの西暦は、 奴隷制問題で、はっきりと加工戦をたどった。南部出身者で、奴隷所有者であるベントンは、次第にこの話題に、居心地が悪くなっていった。アメリカ合衆国に対して、反逆のような程度まで意見を通そうとしているとみなす、ジョンカルフーンのような仲間の民主党員と反目しても、いた。両親の過酌の中で1849年には、 奴隷制度に反対すると宣言し、当や州内の世論に対抗する立場になった。1850年4月、提案されていた1850年妥協に関する、上院での熱した議論の場で、拳銃を持っていたミシシッピ州選出の上院議員、ヘンリー・エス・フットに危うく殺されそうになった。フットはベントンが副大統領のミラードフィルモアと、 辛辣な抗論を行ったことに立腹していた。フットは、議場で抑え込まれ、武器を取り上げられた。キーなことに、ベントンは、後に、アメリカ合衆国大統領になった二人のものの、電気研究の対象になった。セオドアル・ーズベルトは1887年に、ベントンの電気を出版した。また、ジョン・ F ・ケネディの、 勇気の人に収められた8人の上院議員の一人にもなった。1851年、ミズーリ州議会で、ベントンの上院議員6期目が否決された。奴隷制問題に関する二極化により、中道で合衆国維持派のベントンが、終戦室の上院議員でいることは、不可能になっていた。1852年、ベントンは、アメリカ合衆国下院議員選挙に出馬して、当選したが、 水売り妥協を撤廃せよという主張のために1854年には落選した。1856年には水売り州知事選挙に出馬したがトラステンポークに敗北した。同年、義理の息子であるジョンシー・フレモントが共和党推薦で大統領選挙に出馬したが、ベントンは最後まで民主党に忠実であり、この時の民主党推薦候補。 ジェームズ・ブキャナンに投票した。ベントンは1854年に辞書伝30年間の見解を出版し、2年後にワシントン DC で死んだ。その子孫たちはミズーリ州で著名なものが続いた。1899年、ミズーリ州は州に割り当てられた2体の彫像の一つとして、 ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにベントンの大理石像を寄贈した。ベントンは19世紀の多くの著名人と隕石、または血縁での関係があった。おいの二人は、南軍の将軍になったミシシッピ州のサミュエル・ベントンと北軍の順位将になったトマス・ハート・ベントン・ジュニアであり、 南北戦争では敵味方に分かれて戦った。バージニア州選出のアメリカ合衆国上院議員、かつ州知事を務めたジェームズ・マクドウェルとは義兄邸だった。探検家で北軍の将軍かつ大統領候補になったジョンシー・フレモントの義父だった。ベントンのいとこと結婚したヘンリー・クレイを呼び、ジェームズ・ブラウン上院議員は義理のいとことなった。 意図行為で同名のトマス・ハート・ベントンは20世紀の著名画家になった。ありがとうございます。